おはようございまちょーポルテです。今日は僕が幼少期にやってた練習についてちょっと振り返ってみたいなと思いまちょー。まず僕は3歳からピアノを始めました。まあなんで始めたかっていうと、完全に母親がピアノの先生だったので、まあ考える余地もなく強制的にピアノのレッスンが開始されました。まあ3歳の頃からたくさんピアノを弾いてきたんですけど、小学校1年生とかになるとコンクールを受け出しました。みんな知ってるピキナピアノコンクールです。まあそのコンクールを目標とし受けてきました。でその時の練習を振り返ってみると、学校行く前にピアノを弾き、家に帰ってからも友達と遊ぶ紐の中ピアノ弾き、もうピアノ漬けでめちゃくちゃピアノ弾かされてました。で僕はもう母親の言いなりになるしかなかったので、ピアノ弾いてました。何回も泣かされました。そして何回も母親も泣きました。僕がピアノ弾かなくて。母親も結構感情的な人だったので、ワンワンと泣き、僕もワンワンと母親が泣いてるところを見てワンワンと泣き、二人とも泣いたピアノのレッスンをいつもしてました。でですね、どのくらい練習したか考えてみ、計算してみたら、だいたい6時間7時間は、ちっちゃい時はずっと常にやってたかなと思います。カノンも全部何回も何通りもやったし、チェルニーも一通りやったし、インベンションも全部やったと思います。で、小学校3年生の時かな ?4 年生の時か忘れたんですけども、ピティナの予選を受けることにしたんですけど、まさかの、母親がユンディリーになるのを目指してたっていうのもあって、ピティナの飛び飛び級をしました。飛び級じゃないです。飛び飛び級です。で、僕は、まあ全く意味もわからず難しいベートーベンのソナタを弾いたのを覚えてます。でまあ弾けたんですよ。で予選はクリアして、で本選の時に曲がないっていうのでやばいってなって、1週間でまた本選の曲を仕上げたのを覚えてます。もうその時は地獄でした。10時間ぐらいやってたと思います。まあでも、まあ、そういうことがあってピアノする時に指が僕動くようになったのかなと思います。でですね、今日収録してる日が母親の誕生日っていうことで、おめでとうございまっちょ。フォルテマザーおめでとうございまっちょ。ね、普段はこんな感じに、まあ母親の誕生日祝ったことはないんですけど、動画を使って祝いたいなと思いまっちょ。まあそんな母親の話は置いといて、僕母親に捨てられたことがありました。っていうのもピアノを練習せずに遊びたいと叫んでいたら、山に連れて行かれ、母親と一緒に乗っけられて、で大きな車だったんですよ、ノアっていうトヨタの。そのノアに乗り込まされて、行くよって言って、それでどこに連れて行かれるかと思ったら山奥に連れて行かれました。で本当に捨てられたんです。今日からピアノ弾かないのでうちの子じゃないですって捨てられました。でまあ僕またワンワン泣いてますよね。ワンワン泣いて、なんかお母さんお母さんお父さんお父さんってずっと泣いてたんですけど、そしたら5分後お母さんもごめんねごめんねフォルテって言って迎えに来て、まあ結局のところいつも何回も山に捨てられたんですけど、何回も救助に遭いました母親の。そんなこんなでピアノをやってきました。でも小学校の時は本当に誰にも負けないぐらいピアノも弾きました。ピアノを練習できた理由があったんです。物で釣られてました。っていうのも僕いつもピアノのレッスンの帰りにアメリカンドッグが食べたくて、アメリカンドッグを食べさせてもらえるっていうご褒美でピアノのレッスンに行ってました。もう本当に嫌だったんですよピアノのレッスンが。しかも時々1ヶ月に1回ぐらいジュリアード出身の超怖い先生に習ってて、その怖い先生がなんて言うんですかね、もう僕怖すぎてもう泣きもできないんですよ。レッスン中に泣くこともできないぐらい怖くて、一つでも音間違えたらこうやって睨まれて、今何出して、女の先生ですよ。もうめちゃくちゃ怖くて、僕トイレに行きますって言って何回もトイレに逃げてました。すると強制的に解雇を食らい、優しい男の先生を紹介してもらい、そっからピアノを楽しく弾けるようになりました。それが中学までの話なんですけど、でもそれまでに本当は小学校5年生の時に僕野球がやりたいって言って、野球をやらせてくれって本当にお願いして、小学校4年生ぐらいからお願いしました。で、小学校5年生になって、まだずっと1年間お願いし続けたら、ついに母親も折れて、いいよと。ソフトボールならいいよと。
言ってくれ、まあ、僕はソフトボールに入りました。でもその時から精神がおかしかったんでしょうね。ソフトボールに入ったその日にいきなり監督に俺をレギュラーにしてくれってお願いしに行ったのを覚えてます。で、監督からは初日だったので今は無理だとっていうので、週末に試合があったので、そこで俺が打ったらもしかしたらレギュラーにしてくれるんじゃないかと思い、ずっとヘルメットとバットを持ってその試合を待ってました。すると監督がもうほんまに優しくて、いいよと言ってくれて打たせてもらい、本当に打てて、そっからレギュラー入りを果たしました。イエーイ。小学校5年生で、小学校5年生の1週間で野球のレギュラー入りしました。ソフトボールの。ありがとうございます。で、母親もその野球をやり出してからピアノを少し遠ざけてもいいような感じになったので、まあでも1日3時間ぐらいは練習してたんですけど、あんまりコンクールとか、その死ぬほど本気でやるようにならなくなって、まあピアノ生活っていうので、小学校6年間を迎えました。で、僕が、これ昨日出した動画と被るんですけど、僕が歌が下手な理由が判明したんです。それは、合唱コンクールってあるじゃないですか。僕一回も歌ったことないんですよ。小学校の1年生から6年生までずっとピアノの伴奏だったので、歌を歌うことを経験してないんです。だからこそ僕は歌が歌いたくて、まあ、昨日みたいなコンクール受けますっていう動画出したんですけど、合唱コンクールでもずっとピアノ弾いてました。みんなが、男同士が、なんかふざけてるのが羨ましくて、まあ、僕もちょっとピアノでふざけようと思ったら超怒られたのも覚えてます。学校ごとのコンクールを合唱コンクール小学校5年生ぐらいの時に受けるってなって、でなんか僕の学校が本当に1500、600人ぐらいいる小学校で、めっちゃ大きな学校だったんですけど、一学年本当に3、400人いて、でその3、400人のその合唱の伴奏してた時にふざけて、もう3、400人の前で先生にバトダメーってめっちゃ怒られて、恥ずかしかったのを覚えてます。何してんだよみたいな、まあ、そんなこんなで小学校生活をの乗り越えて、そのピアノ生活っていう形になったんですけど、でも今こうやって考えると、この小学校生活がなかったら僕は多分大学生に入って少ない練習だったり効率的な練習っていうのができなかったと思います。っていうのもやっぱ効率的な練習とかをする上でやっぱ最も大事なのは指が動かないといけないので、やっぱ指が動かないっていうのはやっぱその一番効率的な練習をする上で結構苦戦するとこなんですよ。一番時間がかかるとこなんですよ。アンプとか譜読みよりも指が動かないっていうところが一番時間かかるので、まあその面では良かったかなと思います。昔からその指を早く動かすことは得意だったので、まあそうですね、小学校6年間本当にたくさんピアノ弾きました。まあみんなが思うよりもピアノ弾きました。でジュリアードの先生が超怖かったのを今でも思い出します。ジュリアードの先生に最近会ったんですけど、まあ久しぶりにピアノ聴いてもらった時のまた怖かった話は今度また好評だったらしようかなと思っています。小学校6年間ピアノ弾いてよかったかなと思いました。どのくらいピアノを練習してましたかっていう結構質問が来たので、小学校の間、幼少期もう本当に朝から晩まで弾いてました。土日はほとんど一日中弾いてました。まあ僕が母親の実験台となってさまざまな方の外国のレッスンを受けたりとか、さまざまな先生のメソッドを受けたりとか、僕には本当に10個ぐらいのメソッドが多分染み付いてると思います。本当に海外の先生に習ってました。多分その時に音大ぐらいお金を使って多分レッスンしたんかなと思います。小学校6年間は本当にピアノの人生で一番大事やなと思ったので、皆さん小学校の時の幼少期、これからピアノを本当にピアニストにさせたい方とかいたら、まあピアノを頑張る練習することは小学校の時からもちろんなんですけど、やっぱり楽しんでできるような感じで教えてあげられたらなと思います。今日はそんな感じの幼少期をちょっと振り返ってみたっていう動画なんですけど、よかったらチャンネル登録グッドお願いしますよ。またね、これから少しずつその幼少期の中でも特にこんな練習をしてたとか、こんな楽譜を使ってこんな練習をしてたとか、どんなことをしてこんなことをあらららみたいな感じの話していこうかなと思うので、皆さんコメントまたお願いしますよ。
グッバイ。マチョ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